高野山にかかってきなさい。 TPK です。よろしくお願いいたします。今回は衝撃くすむ漫画、このスワローさんご協力のもと、というか我々が購入したものなんですけど、この09を使って比叡山山中越え登って下ってみた動画いきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということでくすむ、はい、この山中越えをするにあたって一言意気込みをお願いします。登ってやんでいい。ということで、では早速本編の方へ行きましょう。あらゆる道交法を知り、交通社会に平和が訪れるために語るトラフィックプロフェッサー K。 さあ、ということで改めまして皆さんよろしくお願いいたします。さあ、前方クスム1が走ってますけれども、もう比叡山のふもとまでやってきてます。ここで若干おさらいしておきたいと思いますが、今回の電動キックボードの撮影日が令和5年の4月11日になります。道路交通法改正が令和5年の7月1日になりますので、それ以降は場合によっては、まあ、電動キックボードの種類によっては自転車と同じような扱いで、ノーヘルメットであったり、免許証がいらなかったり、いろいろルールが変わるわけなんですけど、今のところまだ法改正前になりますので、今クスムワンが乗っている電動キックボードは原動機付き自転車と同じ区分になります。なので、原付き乗っておられる方はイメージ湧くと思うんですけど、もう全く同じイメージで乗っていただいたら結構なんじゃないかなと思います。まあ、つまり自動車や原動機付き自転車は道路の左側を、軽車両は左側帯に沿って走行するという通行位置のルールがありますので、現在のクスム1はそのルールにのっとって、車線ですね、ここでいう もう車線の左寄りっていうふうに解釈しておいてもらったらいいかなと思うんですけど、適切な走行位置を走っているんじゃないかなと思います。ただし見た目に違和感があるだけですね。さあ、ここから山の運転になっていきますね。電動キックボードを使うようになれば、この景色も違和感がなくなるんじゃないでしょうか。今のところ突っ立ったおっさんがただまっすぐ気をつけしてるだけで動いているという、そういう状態なんですけれども、で結構この出だしの上り傾斜がきついんですけど、追い越し禁止、おお結構急、頑張れ登れ登れ登れ、やっぱりパワーがない、やばいやばい、パワーがない思うんですけど、足こぎした。登って、登って。さあ、傾斜がきつくて、なかなかスピードが出ないです。両足を縦置きするんですよね。今、クスムワンは左足を前に置いてます。まあ、私もそうなんですけど、左足を前に置くことによって、左カーブ、左コーナーは背中側にバンクさせる。右カーブは胸元側にバンクさせることになるんで、慣れたらどったことはないんですけど、慣れるまではめちゃくちゃ違和感があるんですよね。特に背中側にバンクさせる場合はそんなに違和感ないと思うんですけど、胸側にバンクさせるって結構怖いんですよね。ボード側に、なんて言ったらいいのかな、ボード側って言ったらいいのかな、まあ、要は前に前のめりになるってすごくバランスが取りにくいと思うんですけれども、先ほど言った通り慣れたらどったことはないんですけど、だ右カーブが本当怖いんじゃないかなと思います。もちろん右足を前に出すと、感覚は逆になりますね。右足を前に出すと左カーブが胸元側にバンクさせることになりますし、右カーブが背中側にバンクさせることになります。人によって感じ方はそれぞれかと思いますけれども、胸元側にバンクさせる方がちょっと難易度はあるのかなと私 TPK なりには思います。ただスノーボードする方なんてのはもうほぼほぼ全く同じ感覚と思ってもらったら結構です。で、気をつけないといけないのは、どっち体重になろうかなっていうのがね、ちょっと感覚的に悩むんですよね。なので前体重になる後ろ体重30より低くなってしまうところはところどころありますね。傾斜によりけりなので仕方がないですけど、前体重になりすぎるとウィリーしそうな雰囲気に体的にはなるんですよね。後輪の位置からしてそういうことはないかなとは思うんですけど、バランス、ガタガタのところは結構痛い。山なのでもう、ね、落ち葉もまさに落ち葉とか、ね、砂とか石ころとかあるんで、そういうところを通る際は十分注意したいですね。はい、クッションをうまく、膝のクッションを使って、コーナー曲がっているんじゃないかなと思いますね。なんか今
今速度30キロですけど、ルール上30キロしか出せないので、バスですね、前方にバスがいるので、そこに今ちょっとこう前が渋滞気味になっていますけれども、クスムワンにとってはちょっとほっと一息すると、パワー不足で良かった速度が速くて渋滞で、どうしても交通の流れの邪魔になってないかなってめちゃくちゃ気を使うんです。バスも丁寧な運転されているので、まあ、その点今はクスムワンほっとしているんじゃないかなと思います。速度がゆっくりだから、こう今流れてる顔を見る余裕もありましたね。ただ決定的に違うのは、勢いをつけるときに右手の人差し指もしくは人差し指と中指でアクセルワークをするので、そこの加減を失敗するとバランスを崩しちゃうんですよね。やはり自分のイメージ通りの加速ができるかどうかにかかってきます。スノーボードとかボードって、まあ、単なる慣性力で勢いをつけていくじゃないですか。突然加速するっていうのはないわけですよ。よっぽど下り傾斜が急にきつくならないのは大丈夫なんですけど、うっかり右の指がクッと力強く入っちゃうと勢いがついちゃうので、バランスを崩しやすいかなと思いますね。あ、なるほど、後ろに車がね、まあ、2台ぐらいいましたけど、あの状況のいいところではね、ずっと上げれる方がこっちの負担もね、気持ちの負担が少ないです。さあ、滋賀県大津市入りましたよ。頑張って、さあまだ登る、まだ登る。さあ今クスムワンの後ろを走ってるわけなんですけれども、特に私から見るとクスムワンの視線ですね、右カーブがあの非常にクスムワンの視線の向け方、見やすいんですけど、やはり普段二輪乗ってるだけあって視線の向け方が非常に上手ですよね。なのでこういった地面が見やすい乗り物ほど足元見ちゃうと思うんで、そうするとバランス崩しやすくなりますよね。綱渡りで綱見まくるかっていう話で、綱渡りの時に足元の綱ずっと見てたらおそらくバランス崩す。いや、これ今パワー全開でアクセルのレバーを握ってるんですけど、今現在18キロ17キロ、ちょっと傾斜の方が強いみたいですね。さあ、後ろからバイクと車がねやってきました。ちょっとここは譲れるポイントはないので、そのまま行きますよ。バイクなんか見てる方に行くぞって言うけど、行くわけないですよね。見てる方にバイクが行ったら苦労しないんですよ。もう超能力かっていう話で、なんで行き先に向けるとバイクがそっちに行くかって、そこにアクセルを開けることが分かるという把握ができるからなんですよね。結局そこに向かってバイクが行くのはアクセルを開けることが大事なんで、その辺のクスマの視線の向け方、視線を向けてそこへアクセルを開いていくっていう、さすがですよね。今クスマアクセル開いてるのかな。で、皆さんこの画面越し見えますかね。今右のミラー、つまりクスムワンの右のミラー、これ今のところもちろん原付と同じ扱いですから、サイドミラーをつける義務があります。で、ミラーを見ると後ろがちょっと混んできたなとか、もちろん分かってくると思うので、まあ、その場合に進路を譲るなんて方法、まあ、気配りですよね。これやはりバイクとか四輪と違って、原付はこういった電動キックボードを乗ってると、より薄い路への気配り、目配りというのが重要になってくるのかなと思います。さあ、今画面がクルッと切り替わったと思うんですけど、今何が起こったかって、クスムワンが後ろの車、後続車に道を進路を譲った後の今画像になります。この辺りさすがですよね。で、あの令和5年の7月1日から、電動キックボードに関する道路交通法が変わるので、それに関しては別の動画こちらに上がってますので、すぐ早い、あ、すぐ早いの電動キックボードとことん解説、こちらをご覧いただいてからこの動画に入っていただけるとより分かりやすいんじゃないかなと思いますが、まあ、簡単に割愛して言うと、7月1日から電動キックボード、まあ、原動機付き自転車の中に特定小型原動機付き自転車という部類が入ってくるんですね。電動キック式のボードがその原付きのカテゴリーなのか、その中の特定小型原付きのカテゴリーに入るのかっていうのを調べておく必要があります。なので、それをうっかり間違えるとうっかり道交法違反をしてしまう可能性があるわけですよ。どういうことかっていうと、7月1日から、まあ、ざっくり言うとまず免許がいらなくなる。ただし16歳以上じゃないと、運転することができない。そしてノーヘルメットで良くなる。メットが努力義務になるわけなんですね。ただそれは特定小型原付に限りますので、その電動キックボードでも特定小型原付じゃなければもちろんヘルメットの着用義務もありますし、サイドミラーをつける義務も発生してきます。で、特定小型原付、その電動キックボード、
なんですけれども、どうすれば小型原付に入るかというと、まず速度なんですよね、速度が上限が20キロ、そして、設定を 6キロに変えれば歩道も走ることができるという、そのまずその設定速度の装置がついているかどうかなんてのも絡んできますし、まあ、そのあたりも詳しくは、とことん解説の方で見ていただければいいんじゃないかなと思います。まあ、なので今クスムワンが走っている、電動キックボードも、これはですね、上限40キロまで出そうと思えば出せるので、これは特定小型原付には入らないんですよね。ちなみに特定小型原付でもナンバープレートの取得が必要になりますので、そこも注意が必要になります。いやー、クスムワン怖い。この左側今溝蓋全然ないんですよね。ここの溝蓋ないところ、しかも左端を走る、いや、これクスムワンのバランス感覚があってこそじゃないですか。上り坂ですごいこう電力を使ってしまったのかなという印象はありますね。まあ、ただ小型この電動キックボードのいいところは、溝はまっても自力で脱出できるっていう単車ではまったらもう終わりですけど、多分自分で持ち上がれないですけどね、この電動キックボードのいいところは、溝はまっても自力で持ち上げればいいですね。これ今溝蓋がないので、この左側蓋の方を走るっていうのはめちゃくちゃ怖いと思うんですよね。で、今私クスムワンの後ろ走ってますけど、まあ後続車いないので、そんなに今神経使ってないですけど、今制限速度ですね、規制速度が40キロなので、オレンジのセンターラインですよね、これをはみ出ずに追い越していこうかなと思ったら、ルール上は行きたいところなんですけど、これ行きたいでしょうね。一般の車両が今一般の車両がこういうシチュエーションだったら、今ここでこう行きたいぐらいになるでしょうね。さあ皆さん、山の途中ではありますが、途中の比叡平という住宅地にやってきました。今見てもらった通り、歩行者が渡ってきたり車も来たりと、比較的そこまで都会ではないんですけど、ちょっとごちゃっとした道なんですよね。で、上り傾斜もきつくって、また下りもあったりして、道に迷った気がする。道迷ってる？いや、こういう静かな住宅地を走るのが一番いいのかもしれないですね。ハンドルかもしれない。こういうところ飛び出し気をつけてほしいですね。この止まってすぐ右折ってなかなかふらつきやすそうで難しいね。さあ、ということで住宅地を今クスムワンと一緒に走ってるわけなんですけれども。ここの一時停止なんかもそうなんですけど、止まって発進してすぐ曲がるって意外とふらつきやすいんですよね。これはまあバイクでもそうなのかもしれないですけど、特にこの電動キックボードの出だしのアクセルの開き具合っていうのが、この指先の加減が重要になってくるんで、ここでアクセル握りすぎるとピュッといっちゃうので難しいですね。今クスムはうまく対処しましたけれども、さあこっから今度下りになりますので、正直上り坂ですね、途中でバッテリーの消耗がやっぱり激しいので、結構電気を食うんでしょうね。上り坂で途中でちょっと充電したんですよね。で、ある程度充電できたので、今度下っていこうかなと思います。で、これもね、電動キックボードで一遍やってみたら分かるんですけど、下る時って結構勢いがついちゃうんですよ。だからこれはまあ今後のまあ課題というか、ブレーキの使う加減ですよね。あんまり使いすぎるとブレーキに良くない、まあ、俗に加熱してっていう話もなってくるので、まあまあ最悪立ち止まりはいいんでしょうけれども。さあ、じゃあキックボード下りの、さあここからやっと下りになりますね。あっという間にスピードがつくので、十分ブレーキ使いこなさないとダメですよ。いやー、結構きつい右カーブですよ。これは体側にバンクさせていく。お、右への視線。やっぱクスムワンの視線の向け方、さすがだな。もう目先のカーブじゃなくて、その先のカーブの方に目を向けてますよね。いやー、映えるな。お、いいね。いいバンクやな、この背中側へのバンク。やっぱ左カーブうまいな。右カーブはまだちょっとおっとっと感があるんですよ。おっとっとコーナーで、ほら、なんかおっとっとおっとっとってなってる。ちょっとおっとっとってなってるんですよ。やっぱ右カーブ。やっぱお腹側のバンクが課題ですよ、きっと。電動キックボードに乗ろうとしている、そこの君、そこのあなた。
お腹側へのバンクが課題。うん、右足左足どっちを前に出すかで、感覚がかなり変わってくるのかなと思いますけど、どうなんでしょうね。やっぱり左足前右足後ろの人が多いのかな。私ももう無意識でそうだったので。さあ得意の左カーブ、やっぱスムーズですねその辺ね。体重移動素晴らしい。で次の左カーブが続きます。いや問題はこの次かな、左カーブの後の。ああ、いいねいいね。あ、これ左寄りすぎてもダメですね、危ないですね。やっぱり落石が全部溝にはまるようにしているのかな。車道側に石が来ないようになってるんですね。だから左側は溝蓋が全くない状態なんですけども、お、いい感じで今右カーブ曲がっていったね。やっぱ左端走るの怖いですね。まあ、原付とか乗ったことがない方は、なんであの原付車線の真ん中付近走ってるんだとかね、いうシチュエーションあるかと思いますけど、やっぱり乗ってみないとわからない部分あると思うんですけど、やっぱ怖いんですよね。端っこ走ると怖いシーンっていうのがあるので、まあ、そういった原付とか普段乗ってる方は、キックボーダー、キックボーダーの、心理的な部分もわかるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱここでね、左速ターンは走れないですね。おー、いい左カーブいったな、今。うんうん。まあ、ここは制限速度も30キロなので、今のくすむ前にとってはちょうどいい。ちゃんとルール通り30キロで走っていればいいわけなので、後ろ後続車の迷惑も何もないわけですから、ちゃんとルール通り走っていればいいだけなので、非常に気持ちよく走れるシチュエーションになっています。やっぱりこうメーターを見るのが結構目線下げなきゃいけないので、本当前、前方不注意になりそうなところですね、気をつけないと。ミラー見てますけどね、後続車私 TPK しかいないので、安心してもう前方に今集中しながら右コーナーを攻めてるんじゃないかなと思うんですけれどもね、やばい、痛い痛い、あ、足がガクガクする。クスモワンがちょこちょこちょこ下を見るんですけど、あれ何見てるかっていうと、おそらくまあ右のミラーだけじゃなくて、速度計なんですよね。速度計ほど真下にあるので、意外と視線移動、スピードメーターへの視線移動が意外と怖いんですよ。前を見ながら何気にチラッと見れないんですよね。ガタガタ、いや、嫌だ。さあ、だいぶもう山の、下の方まで降りてきました。もう一息ですね。クスムはもう一息。まあ、さすが大型二輪を指導してるだけあってってもあるんですけど、やはり午前中のふらつき感がなくなってきましたね。うまくなってる。まあ、ちっちゃいタイヤなのでね、これがなかなかコントロールしづらいんですよね。やっぱコーナー中でもこう蛇行はしますよね、多少ね。ふらふらふらっと。あ、わざとやってるのかな、あれ。あと、長時間キックボード乗るときちょっと注意してほしいんですけど、こう前体重になればなるほど、もちろん、ハンドルに負荷がかかるんで、ハンドルってこう上下に高さ変えられるんで、ハンドル下がっちゃうんですよね、場合によっては。いくらしっかり固定してても体重が何度も何度もかかるとハンドルが下がってくるんで、まあちょっと違和感出てきたらその都度止まってハンドルを上げるとかしないといけないですね。さあ、ここは180度、きつく左にカーブしていきますよ。クスマーはどんな進入速度、どんな荷重移動で左コーナー攻めるのか。あー、いいね、いい、お尻側にいい体重のかけ方してる。椅子に座るような感じで体重かけてますよね。椅子に座るような、伝わりましたかね、今のね。私も何言ってるかよく分かんないんですけど、スティックチェアに座るような、スティックチェアに座るような体重移動ですね、お尻側へね。スティックチェアっていいのよく分かんないですけど、やっぱこの右カーブの方が、まあ、どうしても日本左側通行なんで右カーブの方がね、もちろん緩くはなるんですけども、あのクスマンの表情がもう本当にもうそうなんですよ。ずっと立って走ってるから非常にしんどいんですよね。で、車道の真ん中、まあど真ん中じゃないけど、車道の真ん中で突っ立ってるおっちゃんっていうのはなかなか珍しい光景なわけですよね。で、次のこの発進のカーブでも何気に怖いんですよね。発進して直線だったらまだしも、発進してすぐカーブって意外とふらつきやすいんで、あ、その辺はさすがやな、うまいわ。うん、TPK お前やれって言われたら私多分もっとふらつきますよ、これ。で、こういったね、下り傾斜意外と勢いがつくので、地面の今こう状態があんまり良くないので、結構振動が膝に来るんじゃないかなと思うんですね。
どうだろう、どれぐらいショック来るんかな。結構サスペンションとかもですね、あの電動キックボードでもいいサスペンションが入ってるやつもたくさん用意されてますので、このスワローさんのホームページなんか見てましたもね、このサスペンションに力入れてますっていう部分もあったりするんで、一概にとは言えないですけど、まあ膝に結構ショックが、まあ、立ってますからね、足に衝撃が来るっちゃ来るので、足膝怪我してる人はどうなんでしょうね。そうですね、右折ですね。これ7月1日以降、特定小型原付の、電動キックボードはこの走行に来ちゃダメですからね。左折レーンでも右の合図を出して、交差点の手前側端の30メートル手前から、左折レーンでも右の合図を出してまっすぐ行って、交差点の向こう側で向きを変えて行かないといけませんので、そこは要注意ですね。まあ一言で言うと自転車と同じと思っておけばいいかなと思います。これで右曲がって次左曲がった後踏切があるんですよね。踏切の発進も結構怖いですね。なぜなら足でキックして蹴って勢いをつけてからアクセルを開くので、アクセルを開く時に踏切に入る、それとも踏切の中でアクセル開く、どっちが安全だと思いますか。私個人的にはキックしてアクセルを開いて電動で走り出した瞬間に停止線を越えて踏切に行った方が安全かなという気がするんですけどね。まあどっちでもいいやって思う方の方が大半なんでしょうけど、蹴って慣性力で走ってアクセルを開いた瞬間に線路の上ってなんか怖いんですよね。なんかあったら、まあ何もないんでしょうけどね、アクセル開いた瞬間に何もないんでしょうけど、アクセルをこの握る瞬間、開く瞬間っていうのが一番ふらつきやすいんで、それを踏切の上でやると怖いんですよね、私個人的には。なので私個人的には踏切の停止線よりも、まあもうちょい手前、2メートル3メートルぐらい手前で止まって、足で蹴って、どこで今アクセル開いた、多分踏切の中なんだろうなと思うんですけど、まあそれでいいんでしょうけどね。どこでアクセルを開くか問題、これ踏切でポイントになるんじゃないかな、細かいところを追求していくと、まあ、ルール上は一時停止で止まって発進すればいいだけの話なんですけど。さあ、この車道の左側の車道外側線と歩道の間、これは車道として扱われますので、靴無案がそちらを走っても何ら問題はありません。路側帯ではありませんのでね。路側帯は歩行者自転車の通行のためなので、今の靴無案は走ることはできませんが、この左側は路側帯ではないので、靴無案がその車道外側線の左側を走ること自体は全く問題はないですね。ただ今はそんな必要もないので、車道の左側を走ってますね。この靴無案の走行位置で、いいんじゃないかなと思います。今完璧な走行位置でしょう。これが電動キックボードの走行位置だっていう、今まさに教科書通りの走行位置を披露しています。平地が一番大したことやってませんか。結局原付と同じ走行位置、ただ手軽に走れるがゆえに、手軽すぎるがゆえに、これやっていいのって結構悩むと思うんですよね。手軽すぎるんで。原付も手軽な乗り物ですけど、めちゃくちゃ手軽かっていうとそうじゃないじゃないですか。やっぱ免許はないとダメですから。さあ、青信号ですよ、お母さん。まあ、今もこのキックボードは免許ないと乗っちゃダメですけど、じゃ小学生中学生が全く乗れないかっていうと、多分もう 2,3 分練習したらすぐ乗れますよ。まあ、だから7月1日以降は16歳以上、16歳になったら運転ができるということになるんですけどね。ただし今クスムワンが乗ってるやつは乗れないですよ。7月以降も今クスムワンが乗ってる電動キックボードは16歳以上だから乗れるという乗り物ではないです。もう原付免許がないと乗ることはできません。だから16歳になっても原付免許を取らない限り、今のクスムワンの電動キックボードを乗ることはできません。この右折レーンに入る電動キックボード、これめちゃくちゃ、いや、両足で右折レーンで立ってる人っている？普通に立ってる。これ知らんおっちゃんとか見たら絶対怒られるやつやる。おい、サバの兄ちゃん、どこ突っ立つのねん、端っこあるから上がろうって怒られる。普通にチャリンコで降りたおっちゃんが右折レーンにいるからね、見た目的には。ちゃんとやってますよ。ちゃんとルール通りやってるんですけど、雰囲気がちゃんとやってるんで見えないですよね。ちなみにロードバイクで右折レーン入って普通に曲がっていく人いるじゃないですか。あれ軽車両だから、あれ違反になるんでね。ロードバイクだから右折レーン入っていればとかね、たまにそういう風に思ってる方もいらっしゃるんで、それはもちろんダメですので、気をつけていただきたいかなと思います。さっそうと今車道をクスマが走ってますね。いや、非常にこれもいい景色ですよね。もう今後の日本の交通手段を象徴したシーンですね。いい寄せするな。
ちゃんとね歩道手前で一時停止してね走ってましたね。さあということで、今回のキックボードいかがだったでしょうか。真正面のクスモアにぜひ皆さん応援のコメントなどしていただけると嬉しく思います。以上 TPK とクスモアでした。月の輪自動車教習所の公式チャンネルを登録して TPK の活躍を応援しよう。